ストローは基本的にいらないですよ。生まれて初めて飲むものから、いきなりコップでいいですから、ね、当然コップです。でも、そもそもそういった発育ってどっから始まってるかって言ったら、妊娠中のお母さんの立ち姿勢、座ってる姿勢とかもそうです。姿勢から始まり、生まれてからの赤ちゃんの抱っこの仕方とか、授乳の方法とか、どうやって離乳食を与えていたかとか、そういったところに遡っちゃうんですよ。そういったところから離れるうちの子変だみたいな話になってきて、初めて気づくんですね。でも戻れないじゃないですか。今さら戻って抱っこの仕方こうでしたよって言ってもどうしようもないので、じゃあそこからできることをやっていきましょうっていう感じになりますよね。要するに子供が子供らしく育ってないから歯並びがうまくいかない。歯並びは歯の問題ではなくて体の成長の問題なので、そういったところに視点が映るか映らないかで、急に歯を何かしようと思うか、いや生活そのもの、その子の育て方そのものを変えようとするかっていうのは、大きく変わるかなと思うんですよね。基本甘やかしてた子は歯並び絶対うまくいかないですよ。うまくいくわけないんですよね。その子は何もしないで育つから、もう親が全部手出すから、食べ物にしろ、普段の生活にしろ。考えることを教えなかったら考えない子が育つのと同じように、全部親がお膳立てしてやってしまうと、もう離れるまで全部うまくいかなくなっちゃう。